にちは、今回は、スタイルコリアンさんからまた商品を、まあ、ご提供いただきまして、でまたね、ぜひ使って、あと好きなものを選んで使ってくださいということでお話をいただきまして、ありがたく受けさせていただきました。今回も韓国コスメをご紹介したいと思います。まず一つ目は、結構今回はスキンケアも選んでみたくって、こちらの、バニラ粉の、クリーンイットゼロっていうクレンジングバームを選びました。これもすっごく昔から人気 で、まあ、クレンジングバームって今いろいろ出ていますし、このヘイミッシュのこのスタイルコリアンさんで販売しているヘイミッシュのブランドでも、あるんですけれども、こちらのこういう感じのねバーム状のクレンジングになります。こんな感じですごくねシャーベットみたいな感じですごく不思議な感じなんですけど、肌の上にのせるとオイルに変わってくれて、しっかりクレンジングをしてくれるというものになっています。で2つ目はこちらの、バイオピールっていう、ピーリングのパッドを選びました。このネオゼンダーマロジーっていうですかね、こちらのちょっとこう薬用系というかちょっとこういう感じのパッケージで、これすごい大きいんですよね。想像以上にちょっと大きかったんですけれども、ピーリングのパッドで、これはワインのものになります。なんかいろんなこう植物とか食べ物とかのこう成分から作った、まあ、ピーリングパッドもあったし、他のスキンケアもたくさん ありました。でこれは私全然知らないブランドで、でもすごくこう見た目にも惹かれたし、一回ねこれを使ってみたいなと思ったものになります。で中にはこんな感じでパッドが、何十枚か入っているんですね。でこういう液体にこう染み込まされているパッドになっています。でこのパッドがなんかガーゼっぽい感じで、すごくねしっかりした面と、でちゃんとこうクッションというんですかね、ワッフル加工がされた面と両面あって、でちょっとこれ出すとまた衛生的にまた戻すのも良くないし、今使わないのでちょっと出さないので申し訳ないんですけれども、とにかくこうパッドがあって、で2枚二重になっています。でそこの間にこう指を入れる空間があって、で指を、まあ、3本ぐらいですかね、指を入れて、それをこう本当にこう肌を滑らせるように使うピーリングの、まあ、ローションというかトナーというかそういう感じの液体ですねになっています。すごくね香りもやっぱりこうちょっとワインの、ブドウのこう甘い香りがするのと、で、まあ、その時は全然こう実感がなかったんですけれども、翌日の肌がすごくねつるんとした感じがあったので、まあ、たまにこういうピーリングをスキンケアに挟んでおくと、まあスキンケアの浸透も良くなるだろうし、ちょっとねこの辺はお肌にこうあんまり刺激がなく使えるものかなと思いました。はい、そして3つ目です。3つ目はこちらの、これも初めて、見るブランドです。ミゾンって読むんですかね、スペシャルソリューショングッドナイトホワイトスリーピングマスクっていうスリーピングパックの、まあ、美白タイプのものですね。で中はねこういう感じのジェル状になっていて、匂いは特にこう香料が入ってるっていう感じもせず、ちょっとなんか、普通の昔の化粧品っぽい、なんかのりっぽい匂いもするけど、まあ、そんな感じのなんか肌に優しそうな印象のものですね。で今ねちょっとスリーピングパックとか夜のケアのものって結構いくつか使っているので、それに比べるとすごくこうみずみずしい感じの乳液っていうよりはもう本当にジェルみたいな感じのテクスチャーで、でも浸透はすごくいいです。で全然重たくもならないし、その後こうベタベタする感じもなくって、結構浸透がよくって、たっぷり使うことで保湿もできるだろうなっていう感じはします。でまあ、美白の成分が多分入っているんだと思うので、そういうケアも
と夏場とかにね、多分この辺使うとすごくこうひんやりして気持ちいいので、トーニング効果があるかなと思います。はい、そして続いてはメイクアップ製品です。ラネージュの BB クッションホワイトニングを選びました。ラネージュのクッションファンデーションは初めてですね。メイクアップ製品も今まで一つも買ったことがないんですけれども、ラネージュのクッションも結構有名なので、ちょうど、スタイルコリアさんにも売っているので、今回こちらをちょっと使ってみたいなと思って選ばせていただきました。はい、中はこんな感じで、一つリフィルが別で付いているセットになっています。で、ラネージュとかアイオープンもそうなんですけど、クッションファンデーションの種類って結構その一つのブランドの中でもいっぱいあって、で私はまあホワイトニングっていうね SPF50 の、まあ、ちょっと夏向きのもので選んでみたんですけれども、色も、13クーダーイボリーっていうちょっと明るめの色を選んでみました。で、このケース自体はやっぱりすごく分厚いですね、思ったよりも。でパッケージはこんな感じですごくシンプルです。で中は、まあ、パフがついていて、でこんな感じになっています。すごく特徴的なのがこの中の、このクッションの部分ですね。こういう感じでこうダイヤ柄でこう片押しみたいな感じですかね、すごくデコボコしたものになっていて、これがこうね平面のものがほとんど主流だったと思うんですけれども、結構ね月がやっぱりこうどんどん悪くなってくるんですけど、こういうもともとねこうデコボコしてくれているとパフにもすごく取りやすくっていいんじゃないかなと思います。で実際に取ってみるとこんな感じでしっかりついてくれるし、こう今収めた感じでは思ったよりもクッションもこうへこみがなくってすごく硬くてしっかりしている感じがします。でお肌にちょっと乗せてみようと思うんですけど、こんな感じでトントンと、あでもすごいいい、思ったよりも薄付きです。全然こうベタベタこうテカテカしない感じで、あめちゃくちゃこれいいですね。最近のクッションファンデーションって結構しっとり、仕上がりはこうさらっとしてるけど、やっぱり見た目のツヤとかがすごくあって、まあ、それも好きなんですけど、もう本当につけた瞬間からさらっと仕上がるこの感じと程よいカバー力と全然こう厚塗り感がない感じ、すごくいいですね。はい、そして同じラネージュの、有名なツートーンリップバーも前から気になっていたので今回2色選ばせていただきました。1つ目は、ナンバーさんのピンクサーモンっていうカラーです。で蓋を開けるとこういう、スティック状になっていて、で、この部分を下げるとリップがこんな感じでニョキッと出てくるものになっています。でさっき言っていたこういう感じで、薄い色と濃い色とが、ちょうど斜めにこう半分にこうカットされたように作られているものになっていますので、実際に塗ってみるとこんな感じで、ちょっと今ね薄い色の方があんまり出てないかもしれないんですけど、オレンジの部分とちょっと淡いサーモンピンクの部分とかこういうグラデーションになるようになっています。すっごく滑らかで、ツヤも程よくあってめちゃくちゃ塗りやすかったですね。はい、でもう一方の方がこちらのナンバー6番の、ピンクステップっていうカラーです。はい、実際にちょっと塗ってみるとこんな感じで、こっちの方がグラデーションすごく分かりやすいですね。濃いピンクの色と薄いピンクとのこういう感じのグラデーションになっていて、で、まあ、唇にこうざっと塗った後に、まあ、上下の唇をこうすり合わせて色をなじませてもいいですし、まあ、ちょっとこう指でこうぼかして使ったりするとより綺麗なグラデーションになるかなと思います。はい、で最後に、今回もすっごく気に入っていたヘイミッシュの、アイパレットを一つ選ばせていただきました。前回も、アイパレット
前回もアイパレットを、いくつか、使わせていただいたんですけど、私が最近すごくね欲しいと思っている色がちょうどこのパレットにあったので、ブリスクグレイっていう色なんですけど、これをちょっと選ばせていただきました。はい、開けるとこういう感じの色展開になっていて、ちょっと見づらいので、フィルムはちょっと取ろうと思うんですけど、まあブラシが一つ入っているのと、で中の色はこんな感じの色ですね。まあ、ちょっともしかしたら季節外れのパレットなのかもしれないんですけれども、私夏場に青とか、もちろん使うんですけれども、夏場にこうグレーとか、あのそういうちょっとこうクールなきつめの色を使うのが結構好きで、さらにそこにちょっとグレーとかシルバーを使うのがすごく好きで、で最近結構ブラウン系のアイシャドウってすっごい巷にたくさんあるし、韓国コスメでもめちゃくちゃ安くていっぱいパレットがあるんですけれども、私が最近使いたいと思うそのグレーとか黒とかシルバーとかそういうパレットって意外となくって、まあそのポットタイプのね単色入りの方もそうなんですけれども、あんまりこうなくって、でちょうどこのヘイミッシュだったらあるかなと思って選びました。まあ、このパレットも結構ねブラウン系の色ももちろんちゃんと入っているので、全部がこうグレー系ではないんですけれども、まあ、この辺のちょっとこうくすんだグレーっていうんですかね、ちょっと見づらいかもしれないですけど、こういうくすんだグレーとかで、ブラウンでもちょっとこうスモーキーな感じのこういうブラウンとか、この辺とかはすごいマットな感じのこういう色ですね。であとは、こういうキラキラするベージュ系の色もあったりしますし、この辺はハイライトで使えるこういうキラキラした感じですね。まあ、特にヘイミッシュはすごいこのピグメントとかこの辺の、ラメ系のアイシャドウですかねがすっごく発色がよくって、月もいいし輝きもすごく綺麗なんですね。なのでこの辺とちょっと合わせて、こういうね黒っぽいのとかも真っ黒もあるので、こんな感じで合わせて使ってみたいなと思います。はい、ということで今回はスタイルコリアンさんからご提供いただきました韓国コスメスキンケア製品をご紹介しました。私も初めて使うものがほとんどになるんですけれども、まあ何度か使ってみたものもあったりしまして、で、まあ Q10とかではねなかなかこう見つけづらいようなブランドとか、もちろん売っていないブランドもスタイルコリアンさんにはありますし、一つ一つのねなんかページとかもすごく見やすくって、色とかも特に選びやすいですね。で、メルマガに登録していると結構毎日のようにメールが来て、セールの情報とか、あとお得なこう新しい、ね、新製品とかの情報も入ってくるので、まあ、そういう意味でもちょっと韓国コスメに興味のある方は、そういう感じでねこう使い分けながら、スタイルコリアンさんでも、お買い物はすごく楽しめるのではないかなと思います。では今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また、気になった商品がありましたらぜひチェックしてみてください。